すべてはいい。私はそう思う。私の席ってある？月崎さんですよね。多分一番後ろです。窓側のあれ、月崎さんじゃん。誰なの？急に来たけど。中学同じで、その頃からずっと不登校だったの。不良すぎ。何しに来たんだろうね。もう高校1年目も終わりか。2年後には受験だな。まだ気が早いですよ。あれは月崎さん？今日うちのクラスに来たやつだな。知り合いなのか？そういうわけでは。中学は一緒だったんですが、顔を見たのは 2,3 回だけで。なんか面白そうだし、ちょっと話しかけてこようかな。はじめまして。同じクラスの浅場亮だ。よろしく。あ、そう。急に学校来るとかいろいろ珍しいなと思って。気まぐれで来ただけ。気まぐれか。出席日数大丈夫なのか？足りてない。学校辞めるから関係ないけど。そうなのか。
どうでしたか？よくわからん。変なやつだな。合同の体育だし、そろそろグラウンド出よう。体育本当にだるい。ま、この年齢で健康のことなんて考えるかよ。浅場さん、戻りました。下がって。おい、お前何を。あの力は身の毛がよだしますよ、浅場さん。その力は一体何なんだ。てか八尾美、お前職員室に向かったんじゃなかったのか。先生はいなかったのか。職員室の中にも化け物がたくさんいて、そこから逃げようとしたところを月崎さんに助けていただいたんです。私は化け物を倒してただけ。どのみち助かりました。それでそのままこちらにお連れしたんです。一度町に誰かいないか確認しに行った方がいいかもな。じゃ、私近くのコンビニまで行ってみる。一旦僕らは僕らで状況の把握と他の方々の統率に努めましょう。できることをやらないと。そうだな。なるほど。
やつら。ふっ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 決める。終わりにする。ジレン決める。やっふっ決める。何これ。終わりにする。骨が折れそう。決める。やっふっふっしゅ決める。終わりにする。チレ決める。ふっふっ決める。決める。決める。歩く権利が…ふっ死は救いではない。今を歩く権利がある。ふっ決める。終わりにする。チレ決める。ふっ、ふっ、面倒な。